はい、ガッチャンです。私、昨日実はお洋服をいっぱいいただきました。というか、私ね、普段からいろんな方に お洋服ください、ください、くださいってみんなに言ってるんです。はい。お洋服とか、みんながもう使わなくなったアクセサリーとか、もらうの大好きなんです。というのはですね、私実は美容室もそうなんですけど、洋服を買いに行くのも実はすごく苦手で、どうしようもない時は通販で買うみたいな。はい。どういうことかというと、まあ、小さい頃から美容室って、まあね、入りづらかったところだったんです。私はね、おじいちゃんが、床屋さんのお仕事をしてた関係で、小さい頃からおじいちゃんに頭を買ってもらってたんです。だから、もう昔のこのバリバリバリってバリカンで、もう電気じゃないバリバリバリってバリカンで、いつも五分狩りみたいな感じの、中学校の、部活が終わるまでずっとそんな感じでしたね。はい。で、まあ、お洋服も、自分で着たい服が着れないと思ってるもんだから、お母さんに与えられたものをそのまま素直に着てました。うん。まあ、割合とおしゃれな方でね、まあ、可愛いというかおしゃれなお洋服が多いんだけれども、でも私が着たい服とは違うわけじゃないですか。うん。みんなが同級生とかが着てる可愛い服着たいなとか思っても、ワンピース欲しいとも言えないし、スカート欲しいとも言えないし、履いてみたいとも言えないわけで、まあそんなことが積み重なっていくと、まあ大人になっても、洋服買いに行くとか、苦手ですね。美容室に行くっていうのは今でも苦手で、今カットは、私のお仕事のね、チームの中に、床屋さんも美容師さんもいらっしゃるので、私の部屋に遊びに来た時に、美容室行かないで部屋でカットしてもらってます。はい。で、お洋服なんかは、昨日ね、一緒にご飯食べたミカさんからいただいたりとか、メンバーのみんなからお洋服いただいたりして、皆さんからもらった服を着てるんですけども、私ね、アクセサリーとか、お洋服もそうなんですけど、皆様からいただき物を着るのが、着たり身につけたりするのがすごい実は大好きで、はい。なんかね、選ぶのがめんどくさいっていうか、なんか、人が着てたぬくもりを感じて、なんか人が使ってたものを持ってると、なんか、守られてるような感じがするんですよね。一人ぼっちじゃないような感じがして、すごく嬉しいっていうのが、まあ、めちゃくちゃ正直なところなんですね。で、この服も昨日ミカさんからいただいた服なんですけども、いただいた直後にミカさんにお礼をしたくて、お礼の気持ちを伝えたくて、一通り全部みんな着たのを、ちょっと動画に撮ってたんですよ。で、その、動画を編集した時に、まあ、最初のご挨拶の部分が、まあ、最初の今喋ってる部分が、ちょっと動画向きじゃないなぁと思って、まあ、撮り直したのが今です。はい。なので、こっから、昨日ね、私が一人で勝手にね、いろんな勝手な一言を二言言いながら、いろんな服を着てるのの動画が続きます。はい。まあ、そんなわけで、楽しいのかな。でも、ミカさん、これきっとミカさんが見ててくれると思うんですけども、ミカさんいつもありがとうございます。ミカさんも、に限らずいろんな方からいただく服で、私の、ファッションは成り立っているので、いつも感謝しております。まあ、そんなわけで、これから、いろんな、いただいた服の動画が続きますので、最後まで見てください。で、最後に、ちょっとね、プレゼント企画を用意しました。はい。というのは、ミカさんからいただいた中に、皆さんがもしかして欲しいなっていうのがちょっとあったので、私は使わないので、皆さん欲しい人はどうぞっていうようなプレゼント企画を最後に付け加えてますので、どうぞ皆さん最後まで動画をご覧ください。ガチャでした。じゃない。バイバイじゃない。これからだね。さあ、どうぞ。はい、一着目。どうかな。
まあ、下何も着てないんですけど、そう、そうね、ジーパンかなんかに合わせたら、そう。まあでも普段着てる服からするとちょっと地味かな。たださ、ふわーってあるので、お腹目立たなくていいかな。そう。あと結構ね、ここら辺地味なので、白いアクセサリー、そう、私が普段使ってるような、こんな貝のね、あとアクセサリーとかも、なんかこんな感じで、似合いそうじゃないですか。そう、こんな感じです。次行きます。まあ、ここのリボンもね、可愛いけど。そう、ここもうちょっと絞れば、もうちょっと、ここだけウエストが細く見える？そう、どうかな。そうね、いいんじゃない？いいんじゃない？そう。タイトなスカートとか持ってないし。私ね、そう、デニムのミニとか結構好きなんですよね。まあでもデニムのミニっていうよりも、デニム柄ならちょっと長いパンツの方がいいのかな。着れるかなと思って、まあ、ちょっとこれ以上下がると、下は何も履いてない。下の、いつも通り、いつもよく履いてる、の履いてるので、ちょっとめんどくさいかなと思って近寄ってますが、着れるかなと思ってちょっと心配したんですけど、私ね、こういうつるんとした柄の服ってあんまり持ってないんですよ。んで、そう、ちょっとね、こういうの憧れたんです。まあね、私ね、よく来るね、マッキとかは、まあ、こういったのに、黒いキャミとか着てるんですよね。でも、まあ、そう、いいなって、可愛いなと思うんだけど、私持ってなかったんで、ちょっとってか、すごくこれ嬉しいな。そう、ちょっと最近、しばらくこれにはまってそう。はい。そう、でもまあ、部屋着というか、よそ行きみたいな感じだよね。そう、次行きます。これね、そう、かわいいの、かわいいの。でも、ちょっと10キロ落とさないと着れない。そう、かわいいの、すごいかわいいんだけど、ちょっと去年の今頃ぐらいまで体重落とさないと、ちょっと着れないかな。そう、でも、ちょっとこれね、これ着れるように頑張ろう。そう、近づいたら見えるかな。そう、すごいかわいいんだよ。こういうさ、なんかあの、うんと、こういう中にね、こういうのついてるのすごい憧れて、涼しいし、可愛げなんだけど、ちょっと、もうね、ほらほら、もうここパン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 。そう。もう、あれ？ホワイトバランス？ライト？そう。もうここパンパンで、もうほんと、多分中切ったら、腕痛くなっちゃうし、そう、きっとね、そう、これ、上に羽織るようにつけてくれてるのかもしれないけど、こういった、もう、そう、これも多分ちょっとちっちゃいかな。そう。これちょっと似合わないね。そう、これちょっと似合わないね。似合わないけど、何か上に羽織るような、もう着ないと、でも、まあ、どっちにしてもパンパンだから、ちょっとこれは、いいけど、ちょっと、痩せるまで、痩せるまで着れない服がどんどん増えていく。はい、次行きます。まあ、ワンピースですね。もうちょっと涼しくなったらこのままいけるかな。そう。私、パンスト好きじゃないかな。パンスト好きじゃないか。そう、これが着れる頃になると、ちょっと背端じゃちょっと寒いくらいになるのかな。そう。でもね、そう。なんかね、
まあ、胸出てるし、ちょっとしたワンポイントのアクセサリーなんかつけて、そう、マフラーとか似合いそうだけど、そう、これね、多分ね、私にとっては結構、あんまり着たことないような服で、チャレンジかな。そう。まあ、コンパニオンとか、コンパとかのバイトしてた時とかだったら、このような着てたかもしれないけど、そう、これはね、ちょっと、ちょっと、まだね、まだ、まあ、もう1ヶ月ぐらい、これ着るには早いかなとか思ってます。そう。まあ、ちょっとこれね、まあね、お腹も目立つんだけどね。お腹も目立つんだけど、ちょっと胸にちょっと詰め物するかなんかして、そう、結構グラマーな感じに見えるんだけど。どうかな？これ、ちょっと、とりあえず保留。どんな着方したらいいかわかんないな。どういうシチュエーションでどんな着方？まあ、普段着ればいい？そう。そうね。ちょっと検討します。そう。好きか嫌いかっていうよりも、なんかどういうシチュエーションで着るこれみたいな感じでちょっと悩んでます。そう。まあね。そう。ワンピースなんだよね。しかも、これ長いから、私の身長でもちょうどいいから、多分ロングサイズの女性用なんだろうな。普通の女の子着たワンピースぐらいじゃ済まないもんね。そうそう。で、最後に来たのが、まあ、室内着なんですけども、これね、結構、どうだろう、D カップぐらいのブラパッドが入ってます。まあ、私ね、私、体いじってないから、まあ、贅肉以上の、おっぱいないんですよ。そう、ないので、そう、普段おっぱいないだけに、申し訳ない程度の、ブラシがないの、してないので、まあ、これくらい、でかいブラパッドが入ってると、なんか、そう、自分の体ながら、なんかちょっと見慣れてないような感じ。まあでもね、そう、夏にね、ちょっと、部屋の中で、ふらふらするのに、ちょうどいいかなと思って、今日は、はい、いかがでしたか？ まあね、後で編集しながら、私、フォトグラファーじゃないですか。もうちょっと考えて撮ったらどうだって自分で反省しました。今度、お洋服いただいてした時は、もうちょっと、ファッションモデルの、PV っぽく、ちょっとかっこいい動画にしたいなと思ってるんですが、どうなるだろう。はい。動画の中でも、ちょっと話してました。私ね、お洋服とかアクセサリーとかもらうの大好きなので、皆さん、着てない服、着てないスカート、ワンピース、まあ、冬物、夏物、特に、こだわりありません。私なんかだとね、最近だと、タオルとか、フェイスタオルとかいただくのもちょっと嬉しいですね。とても嬉しいです。あとですね、使わなくなったアクセサリー、ピアスとかも、まあそうですね、リサイクルショップに売るもいいでしょう。でも、自分の大切にしたものを誰かにって思っていられる、既得な方がいらっしゃったら、私にください。はい。でですね、まあ、もらい物ばっかりじゃなん、もうすごい、とても申し訳ないので、昨日いただいたミカさんの袋の中に、実はティモテのね、試供品のシリーズ、そう、あれ、が入ってました。はい。入ってました。これね、ティモテの逆だったね。
クレンジングシャンプーとトリートメントのセットなんですけどね。そう、これが1,2,3,4,5,6。これね、多分ね、爪かいて使ったりすると多分そうだね、2週間分ぐらいあると思います。ぜひね、私は自分でセプテムのシャンプーと、トリートメントしか今使ってないので、ちょっと、これは使わないと思うんですが、もし欲しいって方、試してみたいって方がいらっしゃったら、ご連絡いただければ、お渡ししたいと思います。はい。もちろん、早いもん勝ちです。はい。で、はい。あとですね、ご紹介するようなこと、なんだかあったんですけど、忘れちゃいました。まあ、そんなわけで、皆さん、だらだら長い動画になっちゃいましたが、最後まで付き合ってくれてありがとうございます。そんなわけで、またお洋服いただいたりしたときは、ちょっとさっき言ったみたいに、ちょっとね、いい感じの PV にしたいと思いますので、皆さんぜひお待ちしています。まあね、正直なところ、スカートが欲しい。ふわーっとした、フレアスカートみたいのが欲しいんですけども、ちょっとね、今、手元に、そういうスカート、私もね、この間、欲しいっていう方にあげちゃったので、ちょっとそういうスカートがないので、そういうスカートをお持ちの方がいたら、ぜひご連絡ください。まあね、靴とか、ヒールとか欲しいって言いたいんだけど、私ね、足のサイズが27センチぐらいあるんです。さすがに身近に27センチぐらいの靴を履いてる女子はいないと思うので、それはちょっと、ごめんなさい。あとですね、着てないマルコの下着があるけど、いるって言われたんですけど、多分、体は、体型は、男の子のままなんで、それも、お断りしました。ごめんなさい。はい。そんなわけで、皆さんまた明日、明後日、もうしばらく暑いと思いますので、体調管理に気をつけて、楽しい時間を過ごしましょう。ガッチャンでした。またねー。